どうも、うかでございます。さあ、続きをやっていきましょうか。とりあえず、まず野球仙人は特にまだ使いません。さらに上の段階を目指して頑張ります。とりあえず、ダッシュ。おー、いいね。よしよしよし。世間評価も上がっていくのは大事だよね。やっぱ練習する上で。あ、2月10日、バレンタインデー。さあ、来い。おっと、ゆみこちゃん。忙しい自分作れなかったんだけど、ごめんね。そんなぞだっていいよ。ありがとう。いいね。今年は1個か。いや、でも、そう、もらってだけだ。いいんだよ、いいんだよ。そう、もらえたことに感謝しなきゃ。よしよし、いいよいいよ。どちらかと言ったらね、やっぱチョコっていうのは、間違えた、数じゃないんですよ。質なんですよ、それこそ。質より量とか言ってる人もいるかもしれません。でも僕は間違いなく、それは、質なんかじゃな、か、く、で、け、かいやーでございます。どういうことだ？量より質なんです。っていうことを言いたかった。ああ、腹減ったな。なんかうまいもの食べたいな。おう、かいるか。あ、古沢さん。何か言うですか？用があるから来てんだよ。なんか食いに行かないか？え、本当ですか？当然おごりですよね。相変わらずせこいやつだな。情けない。おごってやるよ。何が食いたい？寿司がいいでやんす。どっから湧いてきたんだお前は。秘密でやんす。そして、はい、違うでやんす。古沢さんに騙されたでやんす。どうしたんだ、ボンナ君。ここは本当の寿司屋じゃないでやんす。オイラの知ってる寿司屋はこんなんじゃないでやんす。なに？本物志向のオイラは許せないでやんす。おいおい、変なこと言うなよ。そんなに高い店じゃないけど結構うまいんだぞ、ここは。違うでやんす。モンダ君の知ってる寿司屋ってどんなとこなんだい？ウカ君も知らないでやんすか？オイラは情けないでやんす。本当の寿司屋は、死が自動で回ってくるでやんす。逆。そうだけど、回転寿司。だから高いとこ連れてくれたんでしょ？出してくれるタイプの。古沢さん。おいおい。ガーン。そうだったのか。知らなかった。お前もかい。本当の死者は死が回ってくるのか。ありがとう、ボンダ君。俺もこれから本物志向になるよ。俺はこれからこいつ付き合ってていいんだろうか。いや、もう本当にすいませんね。連れてきてもらっちゃって、そういうこと言っちゃって。大丈夫ですから。俺はちゃんと分かってるから、そういう俺こそ本物志向ですから、まさに。トスバッティング、技術力を上げます。で、総力が D になるはず。頑張って。もうちょっと上げ、もう一回ぐらいやってみよう。うか、あ、はい。お前は首だ。ちょっと待って、プロの実力じゃないな。ちょっと待って、まあ仕方ないですね。そんな、びっくりした。夢か。とんでもねえ夢だな、おい。ちょっと弱気直そうか。弱気になりすぎ、本当に。なんねえし。治らないのが本当に困る。もう一回、多分これで。よーしゃ、オッケー。勘弁してよ。何をしようか。よいしょ。じゃあ、これで、トスバッティング。どうだ。よいしょ。で、これで、どうだ。おい、何をしようかな。これでアップで、総力 D にします。で、ミートも上げたいが、これ技術力をひたすら上げなきゃなんだよな。だったらパワー C ぐらいにしてもいいんだろうけど、せめてオール D 目指そう。じゃあ次は守備力だから。間違えた。あ、ま、やばい、使ってなかった。よいしょ。どうしようかなぁ。まあ、とりあえずじゃあ、守備力ってことはまあ、ノックだろうね。ノック。来いや。やっぱキャッチャーとしてそういうのができなきゃね。来い。お、シーズン開幕だ !4 月1週目。あ、これは曽根村さん。わざわざお越しいただき、挨拶などどうでもよろしい。土田コーチ、ドミオが2軍スタートはどういうことです？ご存知じゃなかったんですか？会長が大リーグ出身じゃない外国人選手なの出すなど。なんだって？全く余計なことばかり。で、実力はどうなんです？はぁ、あ、私としては一軍で使ってみたかったのですが、あの年俸なら買い物です。するとプロペラ弾の売り物に間違いないということですか？は？プロペラ弾？いえ、なんでもありません。なんだよ、またプロペラ弾がいろいろなんか関わってきそうだな。めんどくさい。大変だね。ともみちゃんもなんか見た感じすげえ出世してるみたいだしさ。大丈夫なんだろうか。とりあえず、じゃあ、筋トレかな？やっぱパワー。あ、ノックやるんだっけ？そういえば。まあ、いいや。それ考えて。筋力ポイントもやっぱ大事だと思うんで、それで肩でも上がればラッキーだし。それはま、考えて。考えてないからこのありさまなんだよな、考えてみれば。さっきから考える考えない。うるせえな、俺。さっすよ。買い物待ったし、さっす帰ろう。お、なに？あれ？愛ちゃんだ。男の人が話してるぞ。なんか仲良さそうだな。帰ろう。あれ？ゆかくんだ。あ、行っちゃった。なんか元気なかったわね。どうしたんかしら。今度差し入れでもしてあげようかな。なんだったんだ、一体。いや、
ちょっと調子がよろしく、なんか元気ないな俺。あ、技術力か、あ、肩上げよう、肩 C に目指せ。よし。で、じゃあ、はい、ユミコちゃんに電話しまーす。それでやる気を上げよう。はい、これからどこ行かない？どうしようかな。いい、よっしゃ、来た。どこ行く？遊園地、水族館、公園、カラオケ。あー、水族館かな。そして、何？すごい。まるで魚が空を飛んでるみたいね。おー、楽しく、いいね。楽しく過ごして。そろそろ帰りましょう。送ってくよー。また今日、また、うん、また来て、また遊ぼうね。ちょ、もうちょっと、あ、でも、体力こんなあるんだったら、あ、前にボンダ君と見つけた超人ライダーのガチャガチャだ。何？まあ、一回くらいなら。この一歩が良くない。サボテンマンだ。これはいい出来だな。ね、あ、いきなりダブった。あまり深入りするのは予想。アマイディアンス。ああ、ボンダ君。男なら一緒やる、やったら、最後まで、集めるディアンス。マジか。そして全部、5000円も使った？マジか。まあ、なんだろう。男ってバカだねって思う。あ、竹コースまで来た。さらにもっと貯めましょうか、じゃあ。じゃあ、ユミコちゃんに電話してちょっとやる気を上げる。頼むよ。はい。どこ行かない？ごめんなさい。あ、用事あるか。まあいや、でも、あ、やる気下がった！うーわー、こういうこともあるのか。あ、イーストの試合だ。しかも、ユージ君がいるスワローズ入ってた。マジか。頑張るぜ。おい、2軍。モグラーズ対スワローズ。でも、ユージ君も2軍なんだ。まあ、それはしゃあねえだろ。どうだ？おい！あ、やばいやばいやばい。ミート打ちの方がいいのかな？どうだろう？難しいもんだ。てい！あー、まあ、なんか、ゴーゴーゴー、おー、しゃ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 、よっけよっけよっけ。あんなヒットってあるんだね、世の中には。よしよしよし。まず、いいっけ。1安打。あんなボテボテの当たりも、ありとはね。どうだ？あー、ファーストゴロか。どうだ？でも、おー、邪魔にやった。よし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 、いいねいいね。あれっせ、間に合うんだ。総力 D にしといてよかった。ていやー。よっしゃ、どうだ？フェアか？あー、ギリ切れた。あー、難しいな。頑張って打って、でも、強振でいける気がする、こうやってやってると。ていやー。どうだ？抜けろ。あー、セカンドゴロ。これは抜けねえか。うえい、ちょっと暴走してた今、危ない危ない。オッケーオッケー、いいね。で、おい、一応今3打数2安打からかなり調子はいいんだ。おい、来いや来いや。どい、よいしょ。ちょっと黙って集中しちゃったけど、セカンドショートゴロでした。まあしゃあないしゃあないしゃあない。4打数2安打か。もうなかなかやるじゃないですね。試合には勝ったけど中身じゃ負けだ。あー、そっかそっか。まあ勝った、あ、そういうことね。もう監督とか出てこないんだ、あんまり。調子良くねえな。やる気が良くないから上げましょうが、なんとかして。休むんじゃなくて、これから。あ、そっかそっか、小料理屋とか行けばいいのか。多分だけど、行ってみよう。あ、食堂でもいいのかな、食堂。お、なに、うかさんが一番よ。お、これ食べて、なになに、あ、煮込み料理ですね。美味しいですよ。お、いいね。あ、サービス。おー、やったやった。オッケーオッケー。小料理屋いいな。ちょっとでも、もうちょっと効率上げられるんだったらこっちか。うい。電話。どっか行かないか？お、よっしゃ、来た。どこ行くの？遊園地。水族館また行ったからね。公園、カラオケ。遊園地。うん。そして、さあ、これドリルランドだよ。あ、そうだった。勤め先。今、お客として始めたから楽しみ。あ、まあ、いいか。何？この料金は高すぎるわね。こう発注したの違うのを使ってるわ。ゴミステーション掃除ができてないわ。ごめんなさいね。まるで仕事に付き合わせたみたいなことになって。いや、まあ、いろいろ楽しかったよ。あ、まあ、それならいいや。これに懲りなかったらまた誘ってね。喜んで。あ、楽しかった？もうもうもう。お世話し。またね。おっしゃ。お、恋の病。マジか。大丈夫。女の子と頭いっぱい、何もする気になれないや。マジか。後で直そう、ちょっとなんとか。恋の病。あ、用事か。また。これでやる気下がるんだもんな、理不尽。お、古澤さん。頑張ってるんだな。俺も頑張るぜ。そう、やる気上げて。おっしゃおっしゃ、いいね。やる気上がってこう。上げてこう、上げてこう。で、これで。お、練習始めたぞ。お、おらおらおら、次、よし、次、ベースランニング、うりゃ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 、は、速い。モグラス一番だろうね、あの足は、あの足は。あんなにすごいのにどうして2軍なんです？オープン戦に出たことはあったかね。ベンチのサイン無視してホームスチールしたんだ。タッチアウトでゲームセット。その後1軍の監督と大喧嘩だ。はぁ、あ、畑山もあの物言いだから使いづらい選手と思われたんだろう。それからずっと2軍というわけだ。スタンドプレイもいいがね、野球はチームプレイだから。君も忘れないように。あー、なるほどね。まあ確かに一理あるけど。こういうのやばい、直そう、とりあえず。どうだ、治るか。ダメだー。治りそうねえな。だったらもう練習した方がいいか。ぐっちゃぐっちゃ。うわー、ドミノ何それ。気持ち悪い。納豆、生卵、オクラ、山芋。うわー、そして筋子です。そんなこと聞いてるんじゃないやんす。俺が教えた秘伝のスタミナ食だ。
夏場は調子を落とす選手が多いからな。お前論どうだ？おいらはやらないでやんす。いただきます！俺焼きよ。ずる。ずずずずず、どうだろう。ごくん、あ、意外と来ますね。ご飯欲しくなりました。ああ、それよかった。ふむ、大丈夫みたいですね。では私もいただきます。俺に毒味をさせたな。あ、持続持った。やったね。よしよしよし。頭、またか。これで、なんか、恋の縁は意外と面倒いかも。どうしようかな。よしよしよし。まあ、これで評価が上がるのはいいです。あ、海。6月だから海はまだ早いだろ。水族館、野球観戦、ショットバー。野球観戦、やっとかないから。よし。なや。やっぱりプロのプレイはすごいわね。ウカ君もそのうちこんなんでプレイするのね。ははは。だといいんだけどね。大丈夫よ。元マネージャーの目を信じなさいって。おー、いいね。今日はすごく楽しかったわ。そろそろ帰りましょう。ありがとう。でもいいわ。遅くなるし。あー、まあまあね。おっしゃおっしゃ、やる気も、あ、サボり癖までついたか。恋の山にサボり癖。これ、参ったな。野球戦にどうにかしてくれ。ダメだ、持ってねえや。まだいっか、じゃあ。ちょっと直そう、とりあえず、この病気を。恋の山に治れ。ダメだー。いやー、ボンダ君、何読んでんだい？野球戦時点でやんす。これによると、やっぱり、俺らモグラーズの、選手の、失礼。年俸は安いでやんす。まあ、そんな気はしてたけどね。俺らは入団2年目なのに、入ったばかりのユージ君にも負けてるでやんす。どれどれ？うわ、俺たちの2倍以上じゃないか。え？ 2 倍？さーて、オイラー練習し、でもしてくるでやんす。何？まさか、この本で調べれば。あー、やっぱりボンダ君の方が俺よりたくさんもらってる。くそー、練習だ。練習してビッグになってやる。おー、いいね。そうそうそう。はい。あ、いや、おー、サボり癖になった。ラッキーラッキーラッキー。これで恋の山に直したいな。お、そう。はい、ゆきえさんどうも、ありがとうございます。あ、いいね。お、練習しなくちゃ。お、あ、ほん、あ、なんか、プレッシャーの文字がなんか赤くなって、そういうことね。プレッシャーが、マックス、多くなってくると練習しかできなくなるんだ。あれ、それいいじゃん。恋の病と、イーブンで。あー、やばい！怪我してしまった。マジ、マジか、怪我？おーい。はい。うかくん、お！ユミコ来てくれたんだ。はい。ありがとう。超いい子、マジで。ありがとうございます、本当に来てくれてね。うん。もうマジ、俺は必ず君を幸せにするよ。たとえどんなことがあっても俺は、お、イースさんの試合、はいはい、任せな。怪我から復帰だぜ。プレイボール。さあ、来いや。せい、あ、ね、タイミングがね、なんとか、もうちょっと早くかな。せいや、どうだ、おっしゃおっしゃおっしゃ、フェアフェア、オッケー、ツーベース行くだろ、これ。あ、やばい、暴走か、これ。どうだ、アウトかーい、でもどうだ、よっしゃ、オッケー、1点入った。結果、俺1安打か、これ、どうだ。あ、一安打じゃないんだな。まあ、しゃねや。せいや！おっしゃ、抜けるか。ファーストゴロー！お、セーフじゃん。オッケー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 。アウトかなと思って今ちょっと、なまっちゃった。よしよし、いいぞいいぞ。いいよ、2安打、早速。で、さらに打とうじゃないか。せいや！オッケー！おお、取ってきた。あれ取るのか、マジか。まあ、オッケー、4対0。いいね。勝ってる勝ってる。さあ、頼むぜ。うい、あ、だめだ。黙っちゃうね、やっぱ集中すると。頑張って打ちたいけど。よいしょ、あ、ポテンか、これ。ポテンだ、よし来たよし来た、オッケー、これ、ツーベースの予感。ゴー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 、あー、止まっちゃった、やべやべ。無駄にちょっと止まっちゃったな。おー、あ、やべ、アウトにした。まあ、いいや、でも、オッケーオッケーオッケー。普通にミスった。あ、でも、勝った勝った勝った、オッケーオッケー。これどうだ ?4 打数3打1打点。オッケー、いいね。次こそ、勝つよ。かなりいい感じで来てますね。というわけで、次回もご覧ください。恋の病、ナウです。じゃあねー。